皆さんこんにちは。可愛らしく爽やかな演技でさらに人気は上昇。歴史に残る日活のトップ女優となりました芦川泉さん。藤達也とのヤバすぎる結婚生活や息子が逮捕された真相に一同驚愕。今日は芦川泉さんのことについて紹介します。まずは芦川泉さんの経歴とプロフィールから紹介します。本名伊藤幸子、旧姓芦川、生年月日点1935年10月6日、東京市滝野川区田端町出身。学歴、法政大学準高女子高校中退、松竹歌劇団附属松竹音楽舞踊学校卒業。東京都北区に生まれた芦川泉さん、法政大学準高女子高校を中退し、松竹歌劇団附属松竹音楽舞踊学校に入学しました。1953年ファッションショーに出演すると松竹の川島監督に見始められ、映画東京マダムと大阪夫人でデビュー。その後松竹歌劇団を退団し日活に移った。川島監督と同じように日活に入社しました。川島監督の映画幕末太陽伝などに出演し、日活の看板女優に成長。1956年には映画乳母車で石原裕次郎さんと初共演を果たします。可愛らしく爽やかな演技でさらに人気は上昇。歴史に残る日活のトップ女優となりました。スタジオジブリ作品で有名な宮崎駿監督のヒロイン像は芦川泉さんが原点になっているほど、芦川泉さんが結婚した夫は6歳年下の俳優の藤達也さん。現在自宅生活では仲睦まじく手をつないで外出している。さらに明日はもう会えないかもしれないと就寝時にも手つなぎ、夫藤達也さんと芦川泉さんの間には子供が1人。1971年に息子が誕生した。職業は二世俳優ではなく一般人として暮らしている。東京都北区に生まれた芦川泉さん、法政大学準高女子高校を中退し、松竹歌劇団附属松竹音楽舞踊学校に入学しました。1953年ファッションショーに出演すると松竹の川島監督に見始められ、映画東京マダムと大阪夫人でデビュー。その後松竹歌劇団を退団し日活に移った川島監督と同じように日活に入社しました。川島監督の映画幕末太陽伝などに出演し日活の看板女優に成長。1956年には映画乳母車で石原裕次郎さんと初共演を果たします。可愛らしく爽やかな演技でさらに人気は上昇。歴史に残る日活のトップ女優となりました。スタジオジブリ作品で有名な宮崎駿監督のヒロイン像は芦川泉さんが原点になっているほど、1968年藤達也さんと結婚し引退してからは2007年の日活出身が集う旧友会パーティーに顔を見せています。さらに2009年、石原裕次郎さんの23回忌や南田陽子さんの他界によりスポーツ新聞の取材に回答。2019年デビュー65周年を迎えた時には、私はおかげさまで毎日を元気に過ごしています、どうぞ皆様もお元気でお過ごしくださいとインタビューにてコメントを寄せました。芦川泉さんの現在の年齢は87歳。2023年10月の誕生日には年齢88歳になられます。2019年12月4日本の話のインタビューにてデビュー65周年を迎えたことから心境を明かしました。この年都内の名画座神保町シアターでは恋する女優芦川泉デビュー65周年記念スペシャルという特集が組まれています。私の特集を何度もやっていただけているなんて、こんなに幸せなことはない。ありがたくてありがたくて本当に感謝しかありません。芸能界を引退してもなお特集を組めば大盛況。さらに芦川泉さんの元には映画を見たファンからハガキが送られてくることも。飛行機や夜行バスを使い遠方から東京まで見に来た人もいたようです。そんな熱狂的なファンに涙が出るほど嬉しいと話しました。芦川泉さんに憧れていた女優の吉永小百合さんですが、
現在も2人は出会い交流が続いているとのこと。吉永小百合、今泉ちゃんの映画を都内の映画館でやっているの知ってる？足川泉、うん知ってる。吉永小百合、あそれならよかった、すごいね。記念の上映会だけでなく DVD も発売。足川泉さんはスチールを見ているといろんなことを昨日のように思い出すそうです。特に青春階段は日活での最初の作品で、このスチールが一番好きな写真とのこと。これまで当時の栄光が蘇り、女優復帰は考えてこなかったのでしょうか。足川泉、私は引退した人間ですから人前に出ることはできませんけれど、皆様に何か感謝の印をと思いまして、この機会に今までのことをお話しさせていただきました。夫藤達也さんは足川泉さんのことを尽くす女性だと話しています。結婚当初から藤達也さんを一番に考え、尽くす決意を固めていたようです。2023年、足川泉さんはデビュー70周年を迎えました。3月11日から東京の神保町シアターで70周年を記念、デビュー70周年記念恋する女優足川泉を開催。東京の人前後編、日の当たる坂道、どうどうたる人生など様々な出演作が上演されています。これは千代田区民で作る地域密着の教育メディア千代田区民ニュースでも、神保町シアターにて4年ぶり5度目足川泉特集をやらせていただきますと告知されるほど。またチャンネルニコブでは足川泉さんの出演作の中から結婚相談、嵐を呼ぶ男、渡り徹夜版、その壁を砕けの3作品を放送。清純派から体当たり演技まで、作品や役柄で変幻自在に変貌する足川泉さんの可憐でコミカル、時に妖艶な魅力が堪能できると告知しています。2023年2月3日には足川泉さんの主演映画血と愛の出発が公開以降初となるカラー復元版で DVD 販売。足川泉さんの人気ぶりは現在も衰え知らずです。足川泉さんさんが結婚した夫の名前は藤達也、藤達也といい、職業は俳優、年齢差は6歳で足川泉さんの方が年上になります。2人は初めての出会いから交際期間わずか1ヶ月足らず、1968年に入籍しました。足川泉さんは家庭に専念するべく、同年公開の映画孤島の太陽号を最後に芸能界を引退。以後テレビなどにも出演していません。1968年8月28日には結婚式が行われ、足川泉さんの白いウェディングドレス姿が話題になりました。当時仲人は石原裕次郎さんが務めています。2022年1月17日放送のテレビ朝日徹子の部屋では、夫藤達也さんが足川泉さんとのプライベートを赤裸々告白しています。80代の夫婦、仲良し私生活とは、外出時や就寝時は手をつないで、私生活では夫婦一緒に出かけることもあるようです。徹子の部屋では手つなぎ外出を告白。藤達也、だって足元がね、お互いに補強し合わないとね。ええ、人という字ですよ。夫婦ともに80代、助け合いながら過ごしていると言います。さらに、就寝時にも手を握り合っているとのこと。藤達也、若い時みたいにハグとか、それはやりにくいですよね。そうするとやっぱり1日1回くらいはこのぐらい触ったりしてもらった方が。翌日もちゃんとね、会えればいいけどね。夫婦仲が良い高齢の夫婦、こうしたスキンシップの取り方は素敵ですね。コロナ禍のため夫の藤達也さんは自宅でよく手料理をしているのだとか。藤達也、家内に跳ね、60年くらい飯作ってもらったからもういいじゃないかっていうね、俺も作らせてくれよみたいに言って、今料理がとても楽しいとのこと。長ネギの青い部分のぬめりを取り、ごま油で炒めたシンプルなものでフードロス。藤達也、気取った料理っていうことじゃなくて飯を作るのが好きなんですね。鍋料理の残り汁も翌日の味噌汁にアレンジ。足川泉さんもそんな藤達也さんの手料理を褒めてくれるそうです。藤達也、
やっぱりうまいって言ってくれると嬉しいですね。中華料理シェフの役を演じた時に料理を学び、知識が深まったとのこと。なるべく調理道具を汚さず、片付けをすることが楽しいと言います。優しくて妻思いの素敵な旦那様。これからも夫婦ともに元気で生き生きと過ごしてほしいですね。藤達也さんと芦川泉さんの間には息子が一人誕生。生まれた月日については不明ですが、1971年であることが分かっています。そんな息子さん、逮捕されたことがあるという噂もありましたが、真相はどうなのでしょうか。俳優とか逮捕されたとか噂が出回っていようですが、根拠があるわけではなく、単なる噂に過ぎない可能性が高いそうです。なぜそんな噂が流れたのかは不明点ですね。現在息子の年齢は52歳に。2023年時点ともかくネット情報を含め、藤達也さんと芦川泉さんの子供については情報はほとんどなし。決してご夫婦で極秘にしているわけではなく、インタビューやテレビ番組などで質問を受けるなど答える機会がなかったのかもしれません。また藤達也の息子は俳優にはなったのではないかとの噂もありますが、俳優になっておらず一般人として暮らしているようです。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。